バナです。海はアホです。ほぼ枯れてます。多分ストロボちょっとやばいかも。はい、こんにちは、高木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、岩手県じゃなくてですね、実は宮城県の羽黒山公園というところに来ておりますが、しかしですよなんかね、先週ね満開だって聞いて来たんですけど、本当にね、ちょっと動画だと分かりづらいかもしれないですけど、ほぼ枯れてます。落ち込みましたけど、一部だけね、綺麗に咲いてる場所がほんのちょっとだけあったので、そこで撮影します。この撮影方法ですけど、一つは自然光ですね。でもう一つはストロボを使っていきます。夕日をね、自分で作ろうかなと思ったんで、夕日を自分で作るやり方を説明していきます。最後までご視聴ください。ではね、撮影の方行ってみたいと思います。今日は、ファビーマック2とシグマの 105mm で自然光で撮っていきます。ちょうどね、あと数時間で日が落ちるとこなんですけど、まあその前にね、撮ってもらいたいと思います。まあ日落ちた方かっこいいんやけど、ちょっと時間ないんで夕日前に撮ります。105mm だとね、焦点距離がちょうどよくて、ね、あんまり離れないで済みますね。日が出てきた。いいね。今ちょうどね、逆光になってます。なので髪のねシルエットとかね、こう体のこういうラインとか出てくるんでね、おすすめの光です。彼岸花が短いのでローアングルで撮ってます。で、いろいろ今までの動画でも言ってましたけど、前ボケとかね使うとすごくいい感じに映るんで、まあね、すごい少ないですけどね、前ボケ使ってうまく撮れば少なくてもよく撮れると思います。はい、今の設定がシャッタースピードの1600の F2 にしてます。で、感度は250ですね。 F2 にしたのは 1.4 だと低すぎるって、せっかくのピンアンバーの綺麗な形でなんで、ちょっと絞ってます。撮るよ。で、彼岸花の間抜けてね、撮るとね、きれいにラインができてね、きれいにかっこよく撮れるんで、お試しください。アングル変えてね、こっちに来ました。ここだとさっきより彼岸花が多いのでね、いっぱい見えるように撮れると思います。で、さっきはロングアングルだったんですけど、今度はちょっと上から、斜め上から撮っていきます。そうするとさっきより彼岸花がここ多いので、さっきより一層ね、彼岸花いっぱいに咲いてるような感じになってます。ちょっとこっち目線ちょうだい。オッケーオッケー。あ、いいね、いいね。よし、これでいこう。
この後ろのね2本3本 4? チロンってなってるのもちょっとぼかしてあげるといい感じだね。もし辛い。まあね。欲しいて。もうちょい取る。もうちょい取ったら今度ストロボ。オッケー。自然光終了。じゃあ次はストロボ使います。こちらポートレットではストロボにねオレンジフィルターをつけたんですけど、今度。背景を青じゃなくて、オレンジに変えて、ちょっと夕日前なんで夕日を自分で作っていきたいと思います。で夕日作るには単純に青のフィルターを今度ストロボにつけます。逆にします。でカメラの方をオレンジ寄りにしていきます。 5600Kですね、ホワイトバランスと。これで背景がオレンジ、フィルター入れないとモデルさんもオレンジになっちゃうので、ストロボに青のフィルターを入れています。これで背景がオレンジっぽく夕日みたいにね映ると思うんで、今からやってみます。撮っていくぜ。光るかな。いいね。でホワイトバランスをさっき5600って言ったんですけど、ちょっとオレンジ薄かったんで 7000Kがだいたい撮るとこんな感じです。こんな感じで、あ、見えないかな、こんな感じです。でもうちょっと上げてみましょう。 8000Kまで上げてきます。よいしょ。うん、だいぶ夕日っぽいね。ちょっと撮るよ。僕は夕日まで待っていられないので自分で夕日作っちゃいましたね。お腹空いちゃう、昼食べてないので、今 8000Kがこんな感じですね。で次もうちょっと上げてみます。9000もねほぼほぼ使わないですけど、ちょっと 9000Kで撮っていきます。もう超夕日だね。めちゃめちゃ夕日だね。うん、これ覚えたらもうなんか夕日をね待たなくてもいいんじゃないかなって思います。僕みたいに夕日を待てない人はこの方法で撮ってみてください。いきますよ。もうすごい。じゃあね、9000Kがだいたい今ねこんな感じになってます。じゃあ最後一番最高のケルビン1万Kいきます。これやったことないんだよ実は。ちょっと今日実験っていう感じなんでやってみたいと思います。じゃあ1万Kやっていきます。よいしょ。素晴らしい。あの綺麗なね夕日、綺麗な夕日な感じですね。うん、あのほらよくあるじゃないですか、綺麗な夕日がある、綺麗な夕日になる日が、あんな感じの夕日を待たなくても撮れます。ぜひこれはめちゃくちゃおすすめなんでみんなやってみてください。よし、もうちょっと撮るよ。でちなみに今の設定がシャットスピード限界の8000分の1で、でちょっと僕はそうかなと思ったんで F1.4 にしました。で感度500です。
ストロボは変わらずフル発光です。やります。もうカメラの写真の中では夕日です。いい日が暮れた、日が暮れた。今ね、ちょうどね、逆光がね、すごいいい感じに入ってきたんで、その逆光も味方にして撮っていきます。そのままね、ちょっと目だけ上向こうか。 OKOK、 いいぞいいぞ、そのまま行くぞ。あ、これもう素敵なショットですよ。最高ですよ。あ、彼岸花がまた失礼なこと言ってると思ったでしょ。まあいつものことですからね、気にしてないですよね。うわ、もうちょっと撮りたい。これやばい、これやばい、これやばい。たまに笑ってる。嫌だ、無理。あー、上の吐く。いいよ、いいよ。もうフル発光間に合わないぐらいシャッター切っちまったな。多分ストロボちょっとやばいかも。OK、 いいよ。はい、1万ケルビンがこんな感じですね。ちょうどね、なんか天が味方をしてくれたんですかね。あの逆光めっちゃ太陽が綺麗に入ってきました。何これ？いや、これっていう。はい、ではね、ちょっと、振り返ってみましょう。あ、足元ふわって。はい、ではね、まあ、最初の自然光ですね。自然光で撮った写真ですね、ストロボハイスピードシンクロした、写真はこんな感じです。そう、最後にですね、あのオレンジフィルター、オレンジフィルターじゃない、青いフィルターですね、ブルーのフィルター使った写真がこんな感じですね。夕日とかね、たまにしか焼けないじゃないですか、綺麗にね。なんかパッと見たらすげえ夕日綺麗じゃんっていう日って意外とカメラ持ってなかったりすると思うんですけど、まあ俺だけかもしれないですけど、どうしても撮りたいっていう方はね、今日のやり方をね、使いながらですね、あのやってみたら夕日もどきは撮れるんじゃないかなと思います。もう一回説明しますと、カメラ側にホワイトバランス、変える機能がついてます。それのホワイトバランス自分でね、マニュアルで変えます。とケルビンを7000とか8000とか9000、まあ、好みですけどね。オレンジなあの夕日がすごい好きな人は9000とか1万ケルビンとか、そこまで上げるとすごくいい写真になるのかなと思います。あとはストロボにね、青いフィルターをねつけるのを忘れないでくださいね、忘れるとね、モデルさんまで全部ね、すごい色のねオレンジになってね、たまにね怒られちゃいますんで ね気をつけてください。ではですね、初宮城これで終わります。では今日はこの辺で、終わりにしましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっとエンディング撮って帰るぞ。ちょっとこれお土産買いたいんだよな。